ねくんです。今日は韓国で大人気のジャージャー麺とタンスークっていうね、これから食べていこうと思います。今場所はちなみに新大久保にいます。この前ね、それを食べたのをインスタにあげたんだけど、そしたら今韓国にるいくんいるの、それ新大久保にあんのっていう風にねメッセージくれて、その食べたお店を紹介しようと思います。はい、こんな感じです。これをねぐちゃぐちゃに混ぜます。どう、美味しそうでしょ。やどう、美味しそう。いただきます。うまっ。これがタンスープ。これもねめっちゃうまい。これね韓国版の酢豚です。これもめっちゃうまい。でこれはねやっぱ美味しい。はい、はい。今これ着てるワッフルクルーネックティーっていうTシャツ、カットソーになります。本当にもうどうしよう、良すぎて何から説明したいかちょっと分かんないんですけど、安価ものをちょっと買い足すちょっとポイントとして恐縮ながら説明させていただくと、やっぱり七分袖のものを何枚かちょっと揃えるとちょっと便利かなっていうふうには思っていて、8月とか9月とか特に急に寒くなる時期とか不意に訪れるので、こういう少し袖のあるものをちょっと買っておくととっても便利かと思います。ワッフル素材すごくね夏から人気のあるものだし、これ結構生地がねすごくしっかりしてて、袖口は本当にトレーナーみたいな感じの生地ですごく着心地もいいですね。楽ちんです。でも全部トレーナーだとカジュアルすぎるんですけど、ワッフル素材だから結構ネックレスとかと合わせて綺麗めな感じでも着れます。カラーブレースもすっごくたくさんあって、ちょっと私はねこの白っぽいアイボリーカラーをちょっと買い足したいなと思うんですけど、これねネイビーはやっぱりいいですね。すごく高見えするし便利だし、こんな感じでねちょっとした秋に向けての買い足し商品を紹介してみました。あとはねもしお持ちでない方がいれば、いつも入ってるジーンズとかをちょっと色違いのを購入してちょっと暗めのカラーにするだけでも全然印象が変わるので、そんな感じでちょっと色とか素材を気にしてみたりとか、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。どうもリーブルサッカー部です。今日はですね、はい、いやー久しぶりのグラウンドでのサッカーです。ハッピー。実は本当にゴールを使った企画をねやりたいなと、最近本当街中でふざけたことばっかりやってますから、久しぶりにちょっと本当グラウンドでサッカーやりたいなということで、今日の企画はですねサッカーで、醍醐味って言ったらなんかゴールを決めた瞬間ですよね、うん、それが聞きたかった。とゴールを決めた瞬間でやっぱ一番豪快なのが超ロング距離のシュートバーッと見てて気持ちいいじゃないですか。今日は、うん、それをね再現したんです。おー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 、特大ロングシュートを決めたんです。特大どんぐらい、えハーフウェイラインから決められるのか、うわ出してハーフウェイラインから何本シュートを打ったら決めることができるのか、よっ多いな、ハゲやない夢だと思うんですよ。間違いない、もうガッチリ全部取らない、返せないんで。でも俺帰れませんって言ってました。帰れないんだ、帰れませんな。ここのグラウンド小学校のグラウンドちょっと狭いんですよ。小学生のハーフウェイラインとまあちょっと近いんで、俺距離取ってやるんで、うん、それをちょっとやっていきたいと思います。オーケー、キックオン、キックオフ。はい、ということでですね、ちょっと見えますかね、あちらに今ゴールあるんですけど、大体このぐらいの距離で早速検証していきたいと思います。検証していきたいと思います。頑張ります。いきます。これきついっすね。入るかな。いきます。はい、1本目。毎度ネギマイです。はい、というわけで今回は最近まためちゃくちゃ流行ってるプラス私がめっちゃ気に入ったリップ1本だけなんですけど、すごく良かったのでご紹介させていただきたいと思います。はい、それがですねこちら見たことありますか、この形。これねチフレの詰め替え用リップなんですよ。で私めっちゃ悩みでずっと動画でも言ってたんですけど、この唇の薄さ、存在感のなさがめっちゃ嫌なんですよ。で知り合いとかにも薄くて笑われることがあって、まあ今やったら冗談で流せるけど本当にすごい悩んでおりまして、で唇が分厚くて悩んでるっていう方は薄いのいいなって言ってくれたり、まあ結局はないものねだりな感じのところもあるんですけど、私的には薄いのがすごい悩んでて、まあかといって分厚くしたら自分の顔面に合うかって言われたら
多分合わない。そうだからコナンで結構動画を撮るときとか特に濃いめのリップを塗るようにしてるんですよ。じゃないと存在感が本当にないから、上唇とかね全然ないんですよ。びっくりするよ本当。だからそういう感じで赤リップを好んでずっと買ってて、で動画の毎日メイクとか購入品とかで紹介してたと思うんですけど、最近また気に入ったリップがこちらです。こんな感じで549番塗るとこんな感じですごく濃いカラーです。これ3度塗りでこれぐらい、1度塗りだとこれぐらい、あんまり大差ないぐらい、それぐらいはっきりした色なんですよ。でチフレのこのカラーは517番かながすごい明るい感じの赤で、これはちょっとどちらかというと暗めな感じの赤で、517番の赤の方は気に入って1本目2本目っていうリピートをしてたんですよ。最近出かけるときはこれは色が濃いっていうよりかはただ単に色味とラメ感がすごい好きで、オペラの限定色のコズミックピンクっていう11番のカラー、こちらはこんなカラーです。これは赤じゃないんですけど、こうやって時間が経つともうちょっとだけ色が濃くなります。これを出かけるときは塗ってます。ただ動画のときだとちょっと白くなるんですよ。実際肌も黒いですっていうのもあって、より濃くなる色を選ばないといけないって自分の中で思ってて、そんな感じでこれ最近気に入ってます。これはねなんかエロリップって言われてるみたいで、ちょっと前にエロリップっていう種類かな、なんかカラー的にこう厳選されたものが人気あったみたいで、最近またそのエロリップっていうのが浮上してきてるみたいなんですよ。でいつもお世話になってる方からこの549番がすごい人気らしいですよって、売り切れのところもあるみたいですって教えていただいたので、買ってみたらすっごい気に入ったので、皆さんにもちょっとこれしていただきたいなと思って動画にしてみました。